そういうようなものもございますので、さまざまな、はい、なんとか皆さんで楽しんで、ね、見て取れるところなのではないでしょうかと、やはりこうそういった牛久市とマーッと空振りですと、ね、ちょっとしていければと思うんですけれども、ワンアウトランナーどんなものを買ってきたんでしょうか。さあこれはファーストがジャンプ一番つかきたというコメントです。さあこれはファールボーイというコメント、いやもうあの改革というのは素晴らしいの買ってくれましたね。ここは空振り、遠征のねエースが、まあね、カロヘラ初回の投球数は28球打ちました。大きな当たりです。伸びていって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 伸びていくか、センターが掴んでいます。滝上翔太素晴らしいプレーだ。しかしあーダブルプレーにはなります。ダブルプレーになりました。下げました茨城アストロプラネッツ。この試合への、ね、意気込みが炎上寺さんへのコメントでしょうかね。さあこれは打ちました、センターへのフライになります。ここは落ちて、あー打ちました。これは三塁側形になってくれないかもしれませんけど、ね、お返します。やったありがとうございます。変化球空振り、打ち上げます。あ買って飲んでみましたっていうコメントなんですけどと思います。シナのグランスロードファンの、おっとこれはショートが掴みます。一塁へ送球に倒れています。少し風が強くなってきました。揺れているのが分かります。さあこれはレフトへ、ほぼ定位置。ちゃんさんとりあえず1点ずつ取っていこう。長野から応援です。ボックス4番のジェス打ちました。ピッチャーゴロ、二塁送球、143のダブルプレー。さんが首のヘルニアにならないように現役時代の人からいたらもっといい位置にいたようなというコメント。これはファースト、おーっとボルケがこぼしてしまうがどうだ、危ない、センターフライ。あーこれはいい当たりですがセンターが前に出て掴んでいますというコメント。あー今の内野安打のところですね。そうコメント打ちました。これはセカンドの頭越えません。強っ、今日は遠慮してるかも。うわこれは右ボール、第2打席ショートゴロとなっています。打ちました、ファーストへのゴロになります。掴んでの全速っていうところもね、まあ、大人になるというね、新潟のアナウンサーの方でしょうかね、ますがコールドゲームになるかもしれちゃん、よっちゃんっていう風に、ね、呼んでますね、はい、ね、雨が降らずに1イニングでも長くこのいい試合見たいところです。打ち上げました、ライトフライになります。